1988年、エジプトのカイロ。長い旅路の果てにジョーサー一行は宿敵ディオと対峙した。だが圧倒的な悪のスタンドパワーの前に仲間たちは次々に倒れていく。最後に残されたジョータローはディオとの一騎打ちに臨む。しかしディオはジョセフの血を得てパワーアップしてしまうのだった。実にすがすがしい気分だ。歌でも一つ歌いたいようないい気分だ。100年前に不老不死を手に入れたが、これほどまでに絶好調の晴れ晴れとした気分はなかったな。最高にハッってやつだ。やろう。蹴りをつけてやる、ジョータロー。家庭や方法などどうでもよいのだ。どうだ、この血の目つぶしは勝った。死ねえ。うるうわ、何バカな、このディオが、このディオが。てめえの敗因はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。華教院イギーアブドゥル。仲間たちの尊い犠牲を乗り越えてジョータローは宿敵ディオに勝利した。その肉体は朝日にさらされ塵と化して消滅した。100年にわたって生き続けてきた悪の帝王はついに滅びたのだ。その後、必要なものは私のスタンドである。必要なものは信頼できる友である。必要なものは極罪を犯した36名以上の魂である。必要なものは14の言葉である。必要なものは勇気である。朽ちていく私のスタンドは36の罪人の魂を集めて吸収、そこから新しいものを生み出すであろう。最後に必要なものは場所である。北緯28度24分、西経80度36分へ行き、次の新月の時を待て。それが天国の時であろう。ジョータロー、こんなところにおったが。病院から知らせがあった。ポルナレフの意識が戻ったらしい。早く行ってやろう。どうかしたのか。いや、何でもね。
それじゃあな、しみったれたじいさん、長生きしろよ。そしてそのケチな孫よ、俺のこと忘れるなよ。また会おう。わしのことが嫌いじゃなけりゃな、間抜けずら。忘れたくてもそんなキャラクターしてねえぜ、てめえはよ。元気でな。アバよ。2001年のイタリア、ディオの息子でありながらジョースターの血統を受け継ぐジョルノ・ジョバーナ。ギャング組織パッショーネに入団した彼は、正義を貫くため組織に反旗を翻した。そして何人もの仲間を失いながらも、ギャングのボスディアボロを激しい戦いの末に打ち砕いたのだった。フィンガー警告はしたぜ、敵あれ。あれはまさかナランチャのエアロスミス。1999年の日本、 S 字森王町に住む不良の高校生東方丈介。彼は仲間たちと協力して森王町に潜む恐怖の殺人鬼吉良義景と戦い、これを倒すことに成功した。許せねえ。あ？俺たちを邪魔する野郎は許せねえ。ザ・ハンド。行くぞ、ハーミットパープル。19世紀末、イギリスの貴族ジョナサン・ジョースター、吸血鬼と化したディオを倒すため、彼は波紋の師セペリと盟友スピードワゴンと共にゾンビたちとの戦いに身を投じていった。ジョナサンとディオ、医師仮面をめぐる2人の因縁の物語、全てはここから始まったのだった。1938年、ジョナサンの孫ジョセフは祖父の代からの宿命に導かれて柱の男と遭遇した。柱の男たちは謎の宝石エイジャの石石を求めていた。彼らが石石を手に入れれば、この世界は蹂躙されてしまうだろう。強大な敵に対抗するため、彼はセベリの孫シーザーと一緒に波紋の達人リサリサの元で本格的な修行を開始した。おれじいさん、邪魔だぜ、下がってな。2011年のアメリカ、ジョータローの娘空城ジョリーンは無実の罪によりグリーンドルフィンストリート刑務所に収監された。それは天国へ行く方法を求めるエンリコ・プッチの仕組んだ罠だった。プッチの野望を打ち砕くため、ジョリーンは仲間たちと共に刑務所を脱獄した。だがプッチはケープカナベラルの地でジョリーンたちを待ち構えていた。重力の向きを変化させるスタンドシームーンを伴って。あれは1890年、アメリカ、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース、スティールボールランレースが開催された。車椅子の青年ジョニー・ジョースターは
鉄球を操るジャイロ・チェペリと共にレースに参加した。だがレースの真の主催者であるファニー・バレンタイン大統領の目的は北米大陸に散らばる聖なる遺体を集めることにあった。二人は遺体を狙う刺客たちを撃退しながらレースを続けるが、レースステージにおいて総取りを目論むバレンタインの教主によりジャイロが倒れる。しかし追い詰められたジョニーは友の残した鉄球を利用し起死回生の一撃を放つのだった。現代の日本 S 市もみじく森尾町、突如町の中に現れた壁の目と呼ばれる隆起物付近で、肩に星形のあざを持つ謎の青年が地面の下から発見された。彼は記憶を全て失っており、自分の名前すらも覚えていなかった。東方丈介と名付けられた彼は素性が判明するまで後見人の家に住むことを許されたのだった。これは呪いを解く物語。呪いは解かなくてはならない。何なんだあのばあさん。誰に呼びかけていたんだ。うわ、地震か。いや、地震じゃない。僕にはもう分かった。この感覚は なんだか分からないけど、急に冷や汗が出てきたわ。心に食い込むようなこの圧迫感、このどす黒い感覚。なに、これは。この気配はまさか。遺体は害悪なるものを弾き飛ばそうとする。だが同時に遺体は遺体と出会いたがっている。お前たちの持つ遺体が私の持つ脊椎部と反応してこの基本世界まで引き寄せてくれたのだ。やれやれだ。この目で見るまでは信じたくなかったぜ、ディオ。奴を倒せばジャイロが帰ってくる。行くぞ、アクト4。それがバレンタインを追い詰めたエネルギーか。無駄。ゴールドエクスペリエンスレクイエム。無駄。お前が真実に到達することは決してない。スタープラッシュ、ボール。何？生ちょろいぞ。無駄。やめろ。奴の言葉に耳を傾け。お前がそのように警戒するのはもっともだ。当然のことだと思う。お前が私を撃つために銃を隠し持っているのも理解できる。そうとも、お前がジャイロを撃った銃だ。これでお前を。まさか。ここはディオを倒した立教じゃねえか。これは
が心と行動に一点の曇りなし、全てが正義だ。ふん。ならばしょうがない。死ぬしかないな、バレンタイン・ディフォジー。ディオ、神を愛するように君のことを愛している。我がザ・ワールド・オーバーヘブンによる真実の上書きには、莫大な魂のエネルギーとそれをチャージする時間が必要となる。長所と短所は表裏一体、ままならぬものよ。ジョー・スター家はその誇りと勇気を持って運命に勝利してきた。だが、その時こそ魂の力が最大限となるのだ。機は熟した。ジョースターどもの魂を、聖なる遺体を私のものとさせてもらうぞ。何あれは。今のはまさか。てめえ、あいつらの魂と聖なる遺体を。これで残るはお前たち二人のみ。まずはジョータロー、貴様からだ。無駄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 。貴様を始末するのはやはりザ・ワールド・オーバーヘブンの真の能力。うぅ、存在ごと消えろ、ジョータロー。我が手は必ず真実に届くのだ。邪魔者は存在しないという真実にな。ん？なにこれは。オーバーヘブン、ジョータロがこのディオの与えた真実を上書きし直したというのか。まさか同じタイプのスタンド。ザ・ワールドとスター・プラチナは同じタイプのスタンド。こともあろうに、このジョースターの末裔が我が真実に入門してくるとは。ふ、真実か。今よく見えなかったけど、父さんの体に何が起こったの。いいだろう、どちらの真実が上か、蹴りをつけてやる、ジョータロー。ジョータロー、お前のスタンドを、その精神力を認めよう。しかし悲しいかな、能力に目覚めたばかりのお前にはオーバーヘブンは使いこなせん。無駄。ジョリー。残り一人。まさか我が真実に介入してくるとは思わなかったぞ。だが真実というものはたった一つでなければならない。このディオのもたらす真実、それだけで十分なのだ。
礼を言うぞ。お前たちのおかげで聖なる遺体はスムースに集まり、このディオは労せずに基本世界へやってくることができた。そしてお前たちの魂を得ることで我がスタンドはさらなる高みに到達するだろう。ジョースターの決闘というのは我が運命という路上に転がる犬のクソのように邪魔なもんだったが、最後の最後はこのディオに利用されるのがジョースターの宿命だったようだ。やろう。さてジョー太郎、ジョースター家の最後の一人は我が手で直接始末してやろう。お前の頭を吹き飛ばせば忌々しい天敵の血筋は消滅するというわけだ。ジョースターク、最後血筋。死ねえ、ジョー太郎。消滅。こいつは基本世界のものだった。なんだと。なんだこれは。一体何を。やはりな、てめえの能力どうやら拳で叩くと発動するタイプのようだな。その腕の傷が治るまでは真実の上書きはできねえ。その腕が治癒するのに何秒かかる。治ったと同時にスタープラチナをてめえに叩き込む。かかってきな。無駄。そうだ、この目つぶしは勝った。せおるわ。くだらねえぜディオ。てめえの言う真実とやらはただのまやかしだ。何度も言わせるなよ。てめえは俺を怒らせた。やれやれだぜ。ジョー太郎、こんなところにおったか。病院から知らせがあった。意識が戻ったらしい。早く行ってやろうぜ。ん？なんだよ、どうかしたか。いや、なんでもね。ひでえ傷だったからな。1ヶ月は絶対安静か。ともあれ全員命が助かって何よりじゃ。すまんなポルナレフ。
わしらはホリーのところに戻らなくてはならない。いいさ、早いとこ帰って安心させてやりな。あいつらのことは任せてくれ。俺が面倒見とくからよ。退院時には必ず戻ってくる。任せたぜ。おかしいな、今ぶつかって転んだと思ったのに。よそ見しててすまなかったな。連れを見失ってしまったな。でっけー、190以上はあるぞ。あれ、この人どこかで。あまり離れるなよ。本来なら母さんと一緒に留守番させるつもりだったんだが、お前がギャーギャー泣きわめいてダダこねるから仕方なしに連れてきたんだ。用事を済ませるまでおとなしくしてろ。わかったな。うん、向こうの亀見てくる。ふん、やれやれ。一つ尋ねたいんだが、この町で東方という姓の家を知らないか。この家を訪ねてこの町に来た。